にじゃあ今日も一日どんどんリミッター外してワクワクだらけにしていきましょう。いつも名言企画をやらさせていただいてますが、今年は俺ものすごいいろんなことやりますよ。この動画でも名言企画以外でもちょっといろいろね、お届けしたいと思いますので、まあ楽しみにしてください。とはいえ今とりあえずやるのは名言企画なので、名言頑張っていきたいと思います。いい名言弾けるかな。ここでいってみよう。おう、あ、酒っていうページ開いたね。俺酒大好きだからね。ちょっとね、親の意見と霊視は後に聞くね。日本のことわざ、いいこと言ってるね。親の意見と霊視は後に聞く。ちょっと待って。ああ、ちょっと待ってね。うん。黒澤明、名言言ってみようか。めちゃくちゃに懸命に働いてギャーギャーやってみんなでうまい酒を飲めばいい。気にすることはない。人間性まで否定しているわけじゃないし。どういうことなんだろうな。めちゃくちゃに懸命に働いてギャーギャーやってみんなでうまい酒を飲めばいい。気にすることはない。人間性まで否定しているわけじゃないし。黒澤明、世界の黒澤。まあ多分もう昼間はギャーギャー言い合って「なんだてめえ!」みたいなこと言いやがって「そこに置け!」みたいなこと言い合って映画のもう切ったはったみたいな映画の現場を やってるんだけど、夜終わってみんなでうまい酒を飲めばいいじゃねえか。もう昼間は気にすんなよ。人間性、お前の人間性まで否定したわけじゃなくて、仕事の上でガミガミギャーギャー言い合っただけだから、うまい酒飲んで忘れようぜ、仲良くしようぜみたいなことと俺は理解した。いいじゃん、そういうことだよ。いいよね。なんかいろんな話したいな、ここから。酒さ、本当酒っていいよね。俺もう毎晩必ず、俺本当にもう25年間30年もうとにかく一日も酒欠かしてない。インフルエンザになった時も欠かしてない。唯一欠かしたのが手術して手入院してる時だけ。手術中だけ、入院中だけ。それ以外俺一日も欠かしてない。もう酒大好きなんだよ。毎晩飲み行ってるんだよ。そしてね、そんなことはどうでもよく、もうちょっと言いたかったことは、大切なこと忘れちゃって毎晩飲んでるみたいなこと話したから、さ、最後みんなでうまい酒が飲めればいいじゃんね。気にすることはない、人間性まで否定してるわけではないっていう、これなかなかいいよね。そうなんだよ、そうなんだよ。あなた大丈夫ですか？落ち込んだりすることあるかもしれないですけど、あなたの人間性まで否定されたわけじゃないっていうのってよくありません？俺のお友達でMLM とかやってる人、まあ営業とかだよね。営業とかをやってる人結構なんかたくさんいて、断られ、営業行って断られ、どうですかって勧誘して断られ、おすすめして断られ、もう断られが続いて、気分めいっちゃってもうなんだよみたいになっちゃう人もいるらしいんだが、これって別にあなたの人格を否定されたわけじゃなくて、あなたが売ろうとしている商品がたまたまそのお客さんに合わなかっただけじゃん、今ね。っていうふうに考えようぜってなんか言ってるみたいよ、みんな。まあ俺もいろいろオファーして断られることもあるからさ、そうなんだけどさ、それって別に私オファーしたあなたの人格を否定されたわけじゃないじゃん。あなたのオファーがたまたまその時その相手に合わなかっただけじゃんね。だからそんな全然落ち込むことはないよね。いいじゃん、うまい酒を飲んでみんなで楽しくしようよ。あれ今日その話さ、今日って言ってもこれが出るのは何日後か分かんないんだけど、飲み会やろうぜっていう話をしたんだ。足立元一とウェブ飲み会やろうぜっていうの、もちろん無料だよそんなの。なので近いところで飲みましょうよ。近くにいる俺のお友達はさ、今から飲もうぜとか言って六本木集合とか言うけどさ、これ見てくださってる方日本全国いらっしゃると思うんでね、近いところでウェーブで飲みましょうよ。俺も飲みますんで、そっちで酒用意して飲んでくださいよね。そんな感じでやっていきましょう。もろもろとてもない話でしたが、うまい酒飲んで仲良く忘れることないのかな、仲良くやっていきましょうね。周りとね、頑張っていきましょう。私でした。今夜も乾杯だ。あと何時間後に飲めるかな。よろしくお願いします。